はいどうもこんにちは、シンクラ工房です。今回はこちら、バージョン KA のゼータガンダム。偶然手に入れることができたんでね、今回フレーム作ってみたいと思います。まずね、ランナーがね、やっぱり MG なだけあって結構多いですね。ランナーの中にも部品がぎっしり詰まっていて、フレーム作るだけでも結構時間かかりそうな感じ。最近ね、ATG しか作ってなかったんでね、やっぱりこの量を見ると、ワクワクしてきますね。はい、それでは早速作っていきましょう。まずはランナーから切り離していきます。その際にゲートを少し残した状態で、後でこの後、二度切りしていきます。こうすることによって、部品の発火や破損を防ぐことができます。部品が無事ランナーから切り離せたら、今度は少し切れ味のいい片刃ニッパーで残ったゲートを切っていきます。この出っ張ってる部分になりますね。この際にパーツに対して平行に刃を当てると発火もせず綺麗に切ることができます。もしねこの状態で発火してしまったりとか、あとゲートが少し残ってしまった場合は、ヤスリで削って表面を滑らかにしていきます。今回も少し残ってしまいました。このように後からニッパーで切ろうとしてもなかなか切れないので、おとなしくヤスリで削っていきます。いつも使用している1000番程度のガラスヤスリ、水につけてちょっとずつ削っていきます。ガラスヤスリは100均とかでも手に入る上に、水で洗えば何回でも繰り返し使えるという経済的にも優しいので、貧乏症のシンクラ工房はいつもこれを愛用しております。この際にね、削りすぎてしまうと部品の形が変わってしまったり、はめ込みがおかしくなってしまうことがあるので注意しましょう。ゲート処理が終わったら、今度は組み立てに入っていきたいと思います。はい、上半身が組み上がりました。フレームだけ組み付けようと思ったんですけど、一部部品の保持のためにダイソーパーツを取り付けてあります。はい、これが腰の部分です。両サイドの真上向いてる突起が、足のはめ込みになるんですけど、すごく違和感のある位置にあるんですけど、ウェーブライダーへの変形機構がついているのでこういう位置になっています。今から足をはめ込んで正規の位置に戻したいと思います。ジョイントもね、硬すぎず緩すぎずちょうどいい感じですね。さすが最近のガンプラは出来がいい。さらにね、メカメカしててすごいディテールが細かくていい感じですよね。はい、それでは完成した下半身と上半身をドッキングさせていきたいと思います。はい、ここがね、いろんなジョイントが動いてしまってね、なかなか入れづらいんですけど、ちょっとずつひねって、はい、こんな感じで完成しました。はい、じゃあぐるぐる回してみていきましょう。すごい細かく作り込まれていてね、このままでも十分かっこいいんじゃないかなと感じてしまいました。はい、それではこのままウェーブライダー形態に変形させていきたいと思います。まずはね、ここの腕の部分を横に広げて、前掛けみたいなところね、上に上げます。はい、こんな感じで。続いて両腕をグイッと内側に曲げていきます。結構無理な体勢取らされていますね、この子。はい、こんな感じでコンパクトになりました。次に足の部分ですけど、一度横に広げます。次に広げた状態からさらに下側に折り曲げます。反対側も同様に折り曲げます。なんか変な奇妙な生き物みたいな形になってきました。足の間に両腕を少し入れます。そうするとね、こんな感じですごいコンパクト。はい、そしたら足の変形になってくるんですけど、まずバーニアを引き出します。膝をグイッと曲げて、足の付け根のあたりですね、そっちまでグイーッと持っていきます。ここもね、いろんなギミックついてて
最初ちょっとよく分かんなかったんですけど、やってみるとあそうかと納得しました。はい、こんな感じ で反対側も同様にやっていきたいと思います。パキッと曲げてフィーッと24ばっかで申し訳ないんですけど、はい、こんな感じで、でつま先を折り曲げて、はい、これでウェーブライダー形態に変形しました。最後にね、バックパックの部分を前に押し出して完成です。外装ついてないからチャッチくなるかなと思ったんですけど、メカメカしいフレームのおかげでこれだけでもかっこいいですね。なんかこのままね、マクロスに出てきても違和感ないんじゃないかなと思います。変形機構ももしかしたら似てるのかもしれません。はい、それではこのままぐるぐる回してみましょう。はい、このままでもほんとかっこいいですね。外装つけなくてもいいんじゃないかなと思うぐらい、まあつけたらつけたらかっこいいんでしょうけど、それではね、次回このフレーム塗装してさらにかっこよくしていきたいなと思います。はい、それでは今回もご視聴ありがとうございました。過去動画や次回の動画もぜひ見てください。よろしくお願いいたします。